レトロゲームファンの皆さん、こんにちは。ケインです。本日もアウターワールドの、2つ目、この間の続きからやっていきたいと思います。一応牢屋に閉じ込められて、見知らぬおじさんと2人でいるってとこから始まります。プレイしていきます。ユースレと、やめんかって言ったな。このおじさんは行けと。よし、けやがったぞ。来てる。なんだ。こっち違う、戻れ。全力ダッシュして突っ込んでみようか。いけるんだ。金庫を揺するのは合ってるんだよね、きっと。これしかないから。なんだこれ。お。合ってるけど鉄砲の扱い方がいまいち分かんない。ちょっと間に合うわ。ヒント、銃を見つけたのに拾うのを忘れていませんか。仲間を置き去りにしていませんか。AA ボタンをしばらく押してから銃を発射するとバリアを張ることができます。さらに長く A ボタンを押しながら銃を発射するとスーパーショットになります。スーパーショットはバリアや壁なども破壊できる強力な波動砲です。ちょっと試してみよう。これ今は多分合ってるでしょう。
分ここでバリアを張ってこのおじさんを守ってやんなきゃいけないから、殴り殺されたの、本当なんだ。ためすぎてる。雰囲気は悪くないとかね。うん、私どこ住んだ。はい、あ、自分で決めれる。ほう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 。これ以上の上はない。じゃあ下戻ります。もう一個下、一番下のとこを食らうから、そこをなんとかしないとダメだよ。よし、中ゲット、走れ。バリアは更新してやんないといけないけど、5秒ぐらいかな。
難しいね。下を行ってみましょう。あ、落ちちゃった。いきなり撃たれたんだよね、さっきね。食べこ、ちょっと中途半端な感じではありますが、お時間が来たのでこの辺にしたいと思います。ちょっと録画してない中で糸口、ちょっとさ、時間見つけてちょっと探してみたいと思います。本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。